い、こんにちは、小暮です。今日はあの小暮選手応援キャンペーンということで、イエーイ、スペシャルゲストのあの斉藤太一選手がちょっと来てくれました。今日はありがとうございます。本当にどうもこんにちは、よろしくお願いします。なんかこのポーズでやんないと多分気が済まないんで、あのじゃあ行きましょう一緒に。え、せーの、どうもこんにちは。どうもこんにちは、小暮です。ということで小暮先輩のチャンネル始まりました。チャンネルをね、乗っ取っていこうということで、まあ、今日出演させていただいたんですけども、小暮先輩の笑顔を見れるのはやっぱ僕との絡みだけなんで、今日は貴重な回です。頼みますよ、サムネイル。いつもすごい怖い顔してサムネイル撮ってるんですよ。なんで今日は笑顔の小暮先輩でサムネイルお願いします。はい、 OK、 じゃあこれで、はい、 OK、 はい、ちょっとやばいかも。いや今日はまあ斉藤太一選手の動画に出させてもらってて、はい、そっちではちょっと練習動画撮ってるんで、僕の方でちょっとポイントやっていこうかなと思って回します。ちょっと時間もあれなんで10ポイントでいいですか？やる気ねえ。マジやる気ねえ。OK、 10ポイントでいきましょう。はい、じゃあこれで俺が勝ったら全日本俺が出ていいってことですか？じゃあそういうことで。よっしゃ、お願いします。ぶっ倒します。はい、じゃあサムネイルカメラに喋りながら、じゃあ適当にカメラ喋りながらで、じゃあ最初だけ撮ろう。太一くんは結構速いボール大好きなんで、ちょっとゆっくりね、こう高い打点で撮らせて、ここの打点で速いボールあんま打たせないようにしようかなって思ってます。はい、じゃあそんな感じでいきます。なんですけど、多分ここまでエンターテインメントだって彼はまだ気づいてないんですよね。ここから、まあ、僕がね、まあ、YouTube としては YouTuber としては先輩やってるんで、エンターテインメントっていうのを教えてやりますよ。
りあえずサーブ1本取って、あとはリターンさっきはちょっとミスポイントで、リターンまずしっかり次の2ポイントは返そうかなと思います。はい、17。はい、はい、対しました。ボミス多すぎた。いやでも小栗先輩の打ってくるタイミングがめちゃくちゃ早いんで、もうあれでしたね、一方的にやっぱなってしまいましたね。あの結局こうなんな感じになっちゃいました結局なんか俺攻めてたもんね、うわっうわっって感じで。この内容が分かんない方はぜひ第1チャンネルでご確認ください。3年ぐらい前からずっと僕チャンネルたまに出してもらってて、今回はちょっと応援で僕太一くんのチャンネルにも出させてもらって、僕のチャンネルにもこうやってあの出に来てくれたんで、もう3年僕かかってるんですけど、次は太一くんの番なんで本当頑張ってもらいたい気持ちで、さっきちょっとまあ僕言えたことじゃないですけど、ちょっとアドバイスも何個かできたんで試合につなげてもらえればいいかなと思います。いや本当だ、全日本に出てる選手から全日本出てるプロからなかなかアドバイスなんかもらえないと思うので、もう本当に真面目に練習したんで、ぜひ僕のチャンネルの方もよろしくお願いします。じゃあ、 あの概要欄に全日本の詳細とか貼っておくんで、ぜひあの応援とかしてもらえたら本当嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、ということで今日はこんな感じでお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます